皆さんから本当たくさんのメッセージをいただいてるんですけれども、こちら、名古屋市港区の土手焼き馬場さんの娘さんから、今西の空に大きな虹がかかっています。こんな大きく美しい虹を見たのは生まれて初めてで感動しています。それからこちらは大府市にお住まいのラジオネームぶち猫さんですが、今でっかい虹早起きのご褒美っていうふうにいただいてまして、今健康のスクエアパインフォメーションを聞いていただいている間にちょっと外を見に行ったんですけど、ちょっとあの上の方は見えなかったんですが、ちょうどあの虹が地上からぐるっと上に上がっていくのが左右見えまして、相当大きな虹ですね。でしかも港区の方、それから大府の方が見えたということは、相当広い範囲で虹が見られたんだなというふうに思います。いや私がこうやってたまに早起きをしてこの番組を担当した日に虹が出るというのは、なんか非常に不思議な感じもしますけどね。質問もいただいてます。こちら、大ちゃんさんは名古屋市中川区のお住まいの方。スポーツアナにとって生活が真逆な時間ですが、早起きすることはありますか？ないです。正直申し上げまして、一応3時出社ということになってるんですけど、下手すらその時間に普段寝てるというね。とはいえあれなんですよ、若い頃はね、結構野球ナイターに合わせてゆっくり出社できたんですが、今管理職になりまして、ナイター中継の日でも9時半には出社ということで、しっかりと頑張らせていただいております。First touch.